ホーマ P900 ニースはパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。900ニースシリーズとして SH900 ニースに次いで発売された。外部メモリーはミネスド対応である。カメラ性能はニューメイコバイハン202万画素。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約10万画素。 SD オーディオに対応する。フォルムは P902i を引き継いだカスタムジャケットである。背面には p 9 0 1 s ス同様に白色 LED を用いた77ドットのドットエリアを搭載し、その LED によってアニメーションを表示することができる。その他にも P902i と同様に Bluetooth 通信機能を備え、対応機器同士で電話帳データの交換や、 ワイヤレスイヤホンで SD オーディオ、アイモーションの音声、チャクータフルを聞くこともできる。またアイモーションプレイヤーで P902i と同じくビエラで録画したコッピーワンス番組の再生に対応。また、フェイスリーダー機能のパワーアップしており、認証失敗時にあまりにも登録画像と異なる顔の持ち主がアクセスを試みた場合、その画像を写真に撮って保存するようになった。 文字入力周りも改善されており、入力した文字に該当する絵文字が予測変換候補に出るようになった。さらにアドレス帳はムーバー時代のタブ付きに戻った。この端末のボタンは黄緑色に光る。P900 ニースではこの Bluetooth 通信機能を利用した専用のイヤホンが付属した限定のミュージックエディションが存在する。また、ドコモ発の着タフル。 3G ローミングに対応した。i アプリは、ソニックザ・ヘッジホッグに、ポケメイト、2006フィーファワールドカップドイツ大会、ドットクリエイター、G ガイド番組表リモコン、DCMX クレジットアプリ、携帯クレジット ID を搭載。900ニースシリーズの共通機能として、1 7ヘルツ帯の対応、DCMX アプリのプリセット、キモジ、おまかせ、ロック、 外部メモリへのコンテンツ移行、デコメール署名、電話帳預かりサービス、パケット通信中のテレビ電話対応等がある。また、着タフル対応であるが、本体容量は 23MB となっており、HEAAC のデータ4分の曲を 64Kbps で保存すると、おおよそ12曲前後が保存可能。またミネスドも2イトまで対応なので、 そちらを使えばより多く着歌フルの保存ができる。2006年11月14日に以下の一点の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。ありがとうございます。